どうもテラクルです。ミンゴルプロツアー普通プラス人読み第3部やっていきたいと思います。ちょっと待ってよ。もしかしたら1回ぐらいはできるようになってる、できるようになってない。あと50分。じゃあ行きますか。コスチューム変えよう。うん、以上。この服好きだわ。じゃあ行きましょう。誰にしよう、はい、最初の対戦相手の方、時刻はもう12時過ぎてます。夜中の12時過ぎて。レッツゴー。オーマイミヤビな感じ。パー5。なんて呼ぶかわかんないですね。サバンナワイルドリゾート。うん、そこか。さあ行きましょう。これはあ、ですね、何もできないです。バグりがひどい。うん、うん、これだけ出しておこう。私は死んだ。まさかの初戦がこれか。ここまで消えたことはない。未だかつて初めてのことですね。はい、うん、よし、気を取り直してやっていこう。誰にしようかな。無条件敗退。うん、ヘチマさん 86-2706。 レッツゴー。だから一回も打ってないから今日の調子とかもわかんない。今回の調子もわかんない。行きましょう。351。相手はどんな感じかな。霊砲打ちか。351。ナイスショット。なるほど。二打目狙ってくるかな。いいですね。うん。さあ行きましょう。ちょっと待って。自分を霊砲打つか。そしたら。あんま意味ない。どうも。相手はどうする。27なんだよな。ちょっとね、宿坊にしよう。相手と同じショットを打っていては勝てるものも勝てない。これで相手が何を打つかですけど、まあ駆け引きですよねこれは。いいですね。レオ負けかな。負けかな。あ、起きに行った。
沖に行ったのか。沖に行ったというなら、まあチャンスはあるね。よし。おお。素早くセッティング。よし、いい流れはいい、すごく流れはいい。オッケー、入った。めちゃくちゃ流れはいい。初戦は勝つ。オッケー。うん。まあこれ初戦ってことにしといてください。さっきのバグはまあ一試合には入れないということで。一応人読みは成功したのかな。まあ自信が なかったのもあるんですが、はい。38位と。今日も頑張りましょう。一回釣るっていうのもありなのか。956。しようかな。つまりあの自信のないような形にしておいて、まあ相手に油断を誘う。という戦略、うん、自信のない振りで相手に油断を誘う。レベル90の2197。これナメプだわ。多分なナメプですね。2197ファラが。さあ行きましょう。そっちか。これ2打ショットもあり得るかな。2打ショットでもいいですよね、この感じなら。ナイスショット。うん、いいですね。さあ行きましょう。狙っていきましょう。どっちかな、こっちかな。オッケー。ナイスショット。左行くか。いや、それでも右。いい、うん、めちゃくちゃいいショットになった。 62.3 ヤード。相手は2打目で決めなければ負けと。で21いくつだったから多分狙っては来ないでしょう。多分狙ってこないと思う。21いくつだったから狙ってる。狙ってない。一瞬狙いそうな感じだったけど狙わなかった。勝つ弱め。ナイスショット。弱いね、相当。どうだ。うん、いやそこまででもないか。 2.6。 まあ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 普通に狙います。ここでひよってはいけない。ちゃんと予定通りにことをなす。は？オッケー、入った。よし、決めよう。ナイスショット。うん。ボール、ボールも取らせ。
一応2連勝は2連勝、うん、ということで38、じゃあ次行きましょう。なんと、レート戦チャレンジ、うん、また戻ってきました。 LT さん 83-2655、 うん、髪白いのいいね。うん、ガーホージャクポ。さあ行きましょう。2655か。まあ負けんのはありえるけど、もう打っちゃうか。うん、まあ高確率で負けそうですが、あと調子もねちょっと悪いか。いいですね。始めます。これ 1.3 月か。 1.3 月、どの道負ける感じですね。これは勝負に出なかったら125、相手は決めるだろうな。 1.3、 あ、つける、え、つける、まさかのつけ、そっか、つけたら勝つと思ってるのか。おっと、26だった。え、ナイスショットです。決まるの。よし、94。ナイス。よし、じゃあ決めてこよう。おー、速さが大事、全ては速さ。どれだけ早くセッティングできるか。よし、 OK、 セッティング準備まで来た、準備まで来ただけ。まだ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 終わってない。うっそ、もうダメか。セッティングできない、セッティングできなかった。悔しい。はい、今日も頑張りましょう。行こう。誰にしようかな。あの距離でセッティングできないのおかしいでしょ。G2 2351。レッツゴー。2500未満であった場合には、パーフォー始めます。ここか。意外に勝率悪いよね。345。最後か。345。
ハイパーショット。ハイパーショットを初めて見た。そのデザイン。もう負けでいいんじゃないかな。ナイスショットです。1.3。さあ、行きましょう。おお。もうまあ試すか。ないんかな。もう場所どこでもいいか。あとは、運ですね。よし、運。入った。よし、信じて打つか。うわー、弱い。弱いな。弱いよ。弱いね。弱い弱い。弱いのはダメ。決まったら内装します。2打目ですからね。まあ勝つにはこれしかなかったけど、悔しい。いや、まあ惜しい。続きやっていきましょう。一戦チャレンジで一戦にならないという、まあしょうがない。うわ、上を見るなってやつだな。これは上を見てはいけない。八田さん、レベル90の2934。ナメプですね。それで2934、なかなかだな。自ら枷を貸している。ピアフィー相手か。相手打ちなので場合によっては勝てるな。これは霊峰で、そこ下げてる。そこか。そこ
いいですね。いや、線ギリギリか。行きましょう。マジか。あんたすげえわ。強いという一言。対戦相手クソ強いわ。これ一応ね、前の方がいいかな。いやー落ちてないんだもんな。あんましだもんな。ここでいいか。風は関係ないからね。ナイスショット。いいですね。あと調子良くないね。すごく。霊峰でだったら勝てるけど、この相手に勝つには相当な力がいる。いやー勝てなかったか。はい。いや、しょうがない。これワンチャンかけたから。はーい。次行こう。これが第3部か。にしようかな。人読みが普通を上回る感じですね。普通にやっては勝てないという人読みの結果、修行になってる。レベル90の2500と。レッツゴー。対戦相手今めっちゃうまかった。今のあれ以上ない微妙なパー5サバワイ。さあ行きましょう。あそこね。オッケー。これは祝砲。祝砲で一番深いところに置くといいと思うんだけど、ここでいいと思うんだよね。もっと手前か。一番低いところ。やば。さあ行きましょう。やば、左側チェックしてなかった。っていうことはあれか、使えないのか。ナイスショット。いいですね。超パ 1.3 つくか。これでなんとかごまかそうかなというところはある。一応ここにエスケープゾーンがある。ここに打ち込む。
ですね。まだわからない。2打目で狙うか。外してもいいか。いや、外すと外に出ないかもしれない。うん、後ろ結構まずいよねこれ。決まるか。よし、お、決まった。わあ、そして 1.3。 いやー、対戦相手悪かったな。相手が悪かった。うん、そして 1.3 だもんな。これは勝てない。しかもナメプかよ。悔しい。いや、最初のショットにちょっとポカがあったので、それが影響してるかなと。誰にしようかな。さっきの同じ人、リベンジマッチがしたい。ルシアさん、ミンゴルキャディ。人読みできなかった。下のレベルが見えなかった。うん、パリスロ、パリスロの底か。旗はそこね。始めます。デフォー、デフォーそこに叩き込むだな。よし。うん、いや、これはいい、ね、どうしようかな。さあ、行きましょう。おー、やべ、一瞬えらいことになった今。多分大丈夫だと思う。うん、こっちこっち、この木の裏ぐらいかな。このぐらいなのかな。場所ここからそこ、うん、悪くない。うん、ナイスショット。うわー、いいですね。狙える。うん、一番上まで行ってないんだ。もうこれはね、無理だわ。ああ、もう、ナイスショット。うーん、外。ああ入ってたね。うん、あれはあそこでいい、大丈夫。もう一個後ろは、もう一個後ろはもうあそこもまだ決めて、一回しか決めてないから。うん、これは2打目。
さっきのと同じ。とりあえず打とうですね。ナイスショットです。88。あれマジか、後期しかないわ。後期しかないんだが、どうしようかな。後期か。しまった。あ、拡大があった。30秒、残り30秒。よし。まだ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 決めよう。オッケー。ナイスショット。決まらない。ナイスオン。やめ。リタイア。時間がなさすぎ。悔しい。はい。やばいやばいやばい。負けすぎ負けすぎ。第3部なんだな。よし、行こう。誰にしようかな。同じ方ですね。レッツゴー。ナメプだよな。パラが。さあ、行きましょう。そこか。どう思う？ここ。ナイスショット。いいですね。一応横確保はしたと思う。まあリベンジマッチですよ。2連敗するか1勝1敗で終えるか。相手よりも前に打つのはまあ定石か。自分打った場所間違えたかな。打った場所間違えたかもしんない。だからそのトリックはトリートが使える場所なのかどうかっていうところですね。いいですね。残り69ヤード。いける、使える。そしたら霊砲撃つ。距離も十分。
動かん動かん動かん、動いて動いて動いて、頼む。距離も十分。嘘だろ、もう頼むわ。入ってないよ。ナイスショット。なんとかなった。疲れる、これ疲れる。すげえ半信半疑だった。霊峰で相手が 1.3 持ちだったら負け。1.25 だから、これ今のショットを決めても自分の勝ち。そんなすげえな。やったー、ナメプをしている、ナメプを。ということで37位。これは目指せるな。どこまで行けるか目指せる。今回だけかもしれない。フロップ、フロッコ。多分初めてかな。90の2499。そしてナメプというね。2499。さあ、行きましょう。どうしよっか。相手何打ってくるかな。蝶ちゃんいらないか。とりあえず何も考えず蝶ちゃん。武士道持ちか。祝砲って、ナイスショット。これ祝砲打つっていうのは 1.3 持ちか。なるほど、 1.3 持ち。そっか。いいですね、これで。マジか。どうだろうな。勝てないかもしれないのか。いやー、蝶ちゃん打っちゃった。そっか。もう、霊峰するしかない。時間切れも普通にあるから。はい、セッティングは終わり。 OK。 弱いか。弱いけど入るでしょう。入らない。弱かった。
うん。うわー、そっちか。マジか。勝つ武士道、そしてそれか。280。ナイスだな。ナイス押しとくか。20.01。うん。まあ真似をするのはありだな。すごいよね。拡大、拡大で打っても 1.3 だから負けだな。拡大で相手が決めて負け。いや、まだチャンスあんのか、これは。あるかな、持ってる？余裕。持ってないんだよな。後期ぐらいか、後期が 1.2。 まあ、可能性はあるか。後期打つか。うん。ナイスショット。決まった。どんな演出やね。勝った可能性はある。うん、1点。そうですね。可能性はあるな。なんかすげえ演出だな。この演出はないぞ。初めてだ。この演出は初めて。貴重な演出ですね。勝ちました。はい、総力。うん、35位。ということでなんとか終わったって感じ。疲れた。うん、いや、自分よりもいいもの持ってかつ自分よりも強いっていうのが、まあ上のレートの特徴ですよね。さらにその上があると思ってるので、はい、最後今日も頑張りましょう。プラチナ開けていきましょう。1個。いや、その1個がすごい外れ。ミンゴル、今日の対戦成績、勝ち勝ち、負け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 、5連敗かの勝ち勝ち。まあ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 ね、5勝4敗な感じなんで、まあセーフでしょう。うん、3連勝チャレンジしますか。ルシアさんは、あの、一応リベンジできたんで、うん、OK と。3連勝チャレンジ、アーラ R レベル90の2394。ただナメプなんだよな。ファラガ、ファラガやるよね本当に。ファラガ好きやな本当。ちょっとファラガばっかやな。ファラガそんな好きじゃないんだけど。
先打ちか。フルスイング中には入れてこない、外。いやもう別にせこちでもいいと思うな、ここは。うん、おっとマジか。どうしようかな。ナイスショット。ナイスをしとくか。いける。うん、6.3。うん、386でか。さあ、行きましょう。おお。いや逃げるわ。無理やもんこれ。ごめんなと。うん。11.7。自分先か。まあ武士道で決めればいい。1800分が普通にあるから。決まるでしょう。うん。はい。うわお。アホですわ。これは1打で、これ相手は2打目。うん、3連勝ならずですね。まあ決まったらナイスをしましょう。対戦相手の完全勝利です。はい。悔しい。ということで、この第3部終わりにしたいと思います。疲れた。はい。お呼びですか。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。